はい、皆さんこんにちは、ズータイムです。さあ今回はですね、こちらにある、パナソニック製のコルツヒーターなんですけども、ズータイムチャンネルでも何度もね、リクガメで使用する事例をお伝えしてきました。で今回ですね、私もちょっと新しい飼育スペースに、新型のコルツヒーターが、ね、出てたのでこちらを購入しました。で全く同じパナソニック製の、この NKRH12 という型なんですけども、この 12C からですね、今回はこの 12D の方に、新しくねモデルチェンジしてました。で私もまあ同じものを買おうとしたんですけども、いろいろね変更点があったので、それをご紹介したいなと思って本日の番組を作成しました。でそれからですね、実際この同じワット数なんですけども、新型の方と旧型の方、この温まる温度、実際測ってみたいと思います。でもしかしたらなんですけども、新型の方がアップしているかもしれないということもあるので、そこら辺も自分がね知りたいなと思ったのでこの番組を、やってみました。でこちらが旧型でこちらが新型、同じ高さに、設置しましたので、この真下の温度もね、最後にね実際に検証してみたいなと思います。それではね、まずは一番初めはですね、このコルツヒーター、まだこの番組でね初めて知ったという方もいらっしゃると思いますので、どのようなヒーターかというのも簡単にご紹介したいなと思います。それでは今回も行ってみましょう。それではこのコルツヒーターなんですけども、今までズータイムチャンネルでもこちらの商品の紹介した番組だったりとか、あとはですね、基本的に私、今はねもうさすがに冬も近づいているので屋内飼育に切り替えましたけども、暖かい日なんかは、屋外で飼育してます。でその秋もね、深まった頃でもですね、シェルターの中にこれを設置して、できるだけね春秋もですね、屋内で過ごせるような、この屋外ケージですね、屋外まあ放飼場といいましょうか、そういったものを作成した番組もありますので、ぜひチェックしてください。で、それからですね、これを使用する、ね、用途としましては、まあ、リクガメの場合ですとこのトロブネを使った、まあ、まあまあ大きいケージといいましょうか、自作したトロブネを使ったケージなんかでも天井から吊り下げるということもできます。まあ、いわゆる、ね、こう爬虫類ケージなんか、にこれを入れるってことは難しいんですけども、それ以外の割と広いスペースにこちらを天井から吊るすっていうのに非常に向いています。はい、であとはですね、私自身このコルツヒーターと一番初めに出会ったのは、まあ、動物園時代にですねトキですね、トキを飼育してたので、トキの、まあ、ヒナをこちら天井から温めるためにこれを使ってました。なので飛べない鳥、まあ、要はヒナの陣ですね、なんかは天井から吊るしてこちらを使って、育成するということもありますね。で元々は子牛とか子豚、家畜用に開発されたんですけども、今回このご紹介する RH12 という型はですね、家庭用の 100V 電源で、使用できる、唯一の、ね、コルツヒーターですので、皆さんにもおすすめしています。でこのズータイムチャンネルを見て使ってるっていう方非常にたくさんいらっしゃると思いますので、いろいろとまたそういった番組もチェックしてみてください。では、実際にまだ知らない方向けにねつけてみたいと思うんですが、ここにね切り替えスイッチがございまして、はい、弱と強、両方選べるようになっております。で弱は、まあ、150W こんな感じでついてるんですけども、ここにヒーター部分がございますが、はい、ちょっと傾けると消えるように、これは安全設計がされてて、ここの部分ですね、ここの緩みで、まあ、これがバーンと落ちて地面に落ちた時に安全装置が働いてこうやって上げると消えてるんですよ。なので一番ヒーターで怖いのは火災なので、安全な、ね、ヒーターでもございます。で強にすると300ワットなんですけども、はい、ここですね、はい、でもまあこの手のヒーターといいましょうか、温風ヒーターとかですともう1200ワットとか、もうエアコンになってもそうですし、かなりの、ね、1000ワット以上のワット数を使うので、300ワットでこの暖かさっていうのはかなりコスパがいいなというふうに思います。でこちらも、ね、非常に軽さも軽くて 0.9 キロなんですけど、
1キロを切るんですね、はい、で、コスパも良くてですね、安全性もいい。でそれからこのガラスなんですけども、石英ガラスといって水にパッと水がかかっても非常に割れにくくなっているので、今までそういった水の現場で保温球なんかを私も何回か割った時あるんですが、そういった恐れもないということ で、あと持ち運びも非常にいいので、今私も冬を水がめ越すにはこのコルツヒーター欠かせない存在になっておりますので、非常におすすめです。であとはですね、この真下はもちろん暖かいんですけども、ちょっと離れるとやはりね、その暖かさっていうのは、この下がやっぱり一番暖かいというのは当たり前なんですけども、断熱材があるその屋内で、これをつけておくと、6畳ぐらいの部屋で冬越ししてるんですけども、なんとなくその部屋全体も温まるような、そういった力も、こちらのコルツヒーターにはあるなと思っております、はい、でも直に暖かいのはこの真下ということがあるので、もしその、リクガメとかその動物を、こちらの広い範囲で温めたいという場合は、これを2機3機つけるっていうようなやり方が非常におすすめですね。私もリクガメの時にね、2機3機複数使って、冬越しをこれでしております。でも3機使っても900ワット強で3つ使っても900マックス900ワットなんで、そこら辺もいいかなと思いますし、結構2機3機使ったら弱の150ワットでもかなりあったかいなと思っているので、3機使っても450なんで500ワット切るぐらいなんで、非常にこの温風ヒーターとかエアコンを使うよりも非常にコスパがいいなっていうふうに私自身も感じてます。ではこちらの旧型と、新型という、現行型なんですけども、こちら、どのようなところが違うかっていうところを、ご紹介していこうと思います。でまずはですね、今両方ついてるんですけども、いきますよ。見えますでしょうか。色がまず全然違うっていうのがありますね。で旧型の方は結構優しいオレンジ色なんですが、新型の方は結構赤いです。なので結構今外は明るいので目立ちにくいかもしれないんですが、この夜間ですね、結構部屋全体がもわーんと赤く光りますんで、個人的にはこれに関しては結構このオレンジの柔らかい光の方が、なんとなくこう好みですね。はい、結構警戒色というか強い赤色になりましたね、はい、でこちらのヒーター部分の中身まではどのように変わったかっていうのもちょっと私はわからないんですけど、もしかしたら外側のその赤色のレンズだけが、色だけが変わっているっていう可能性もありますけどね。これは後からね、実際温度を測ってみますので、性能の違いっていうのはわかると思います。それからですね、はい、このあとはこのスイッチの部分ですね。スイッチ旧型の部分はこの側面についてるんですけども、なのでよく出入りする側にこれをつけとかないとちょっと操作しにくい部分があったんですが、新型の方はもう真上についてますね。だからどっちをね、裏表にしても操作ができるというような位置に、スイッチの位置が変わったっていうことがあります。でスイッチにゴムカバーがついてますね。はい、ゴムカバーついてます。旧型の方はこうステンレスむき出しといいましょうか、こういったこう感じになってますよね。はい、になってますね。そこら辺も違うかなっていうところです。あとはこの付属のチェーンなんですけども、ここにチェーンあるんですけども、吊るすところのチェーンがありますよね、はい、このチェーンが新型の方はすごく細かいチェーンに変わりました、はい、で旧型の方は結構その旧型の方が太くて、輪っかが大きいと言いましょうか、こういったチェーンなんですけどね。なのでちょっとここら辺はチープになったかなっていう印象が、あるんですが、輪っかが細かいってことは、より細かく角度を調整できたりできるってメリットがあるのかなって思いますね。で私の場合は実際この横についてるこのチェーンなんかは、こちらは、付属してないものですね。ホームセンターなどで売ってるんですが、こういったものを足して、天井が高いとどうしてもこのチェーンだけじゃ足りないので、こういった付属のチェーンを両端にこうつけて、リクガメにちょうどいい高さにしてます。はい、でも推奨する高さはその床から30センチぐらいのところっていうふうに言ってるんですが、ちょっと大型リクガメになると30センチだと甲羅の、上に当たっちゃうので、
割と実際は私50センチぐらい床から上げて使用していることが多いかなっていう感じですね。はい、それで十分甲羅の上は温まるといった、感じを受けながら使用しております。あとはですね、まあ大体大きさも形も基本的には、一緒なので、そんなに変わらないかなと思うんですが、やっぱり一番の変化はこの色なんじゃないかなっていうふうに思いますね。これ結構好み分かれたりするのかなと思うので、知っておいて損はないかなというふうに思います。でなのでこのヒーター部分だけ、も、販売されているので、これどうしても赤色嫌っていう場合は、今のうちならこのヒーター部分、この古い版の 12C のヒーター部分もまだ販売されてたので、ここを変えるっていうこともできるのかなというふうに思ってます。このヒーター部分はですね、法人向けの販売だったりしたので、個人の方はもしかして購入できない場合もあると思いますので、そういった場合は、私が代行して購入して送ることもできますので、そういったことももし相談ありましたらね、はい、概要欄のね、アドレス、それから購入リンクも貼っておきますので、そこら辺も活用していただければなというふうに思っております。はい、それではですね、この旧型と新型、実際どれぐらい、まあ、温度の違い、温まりの違いがあるかということを見たいんですけども、これはあんまり期待できないんですけども、私としては、新型の方がちょっと性能が上がったよっていうことを期待してね、やってみたいと思いますし、自分自身が気になるので、ちょっとこの温度計を今2つ用意しているので、この2つでちょうど中央の真下にですね、2つとも今44センチの高さに揃うように設置しましたので、温度の違いというのを見たいと思います。で今の外気温なんですけども、ちょっと今このもう暖かい下に置いてたので温度計が狂ってますね。外気温今25度ぐらいあります。秋なのにめちゃくちゃ暖かい日です。なので、そういった外気温、同じ条件下、そして日陰というね、日当たりによって違ったらあれなので、同じ日陰という、そして条件下、同じところで測定してみたいと思います。それでは次は実際に測定してみたいと思います。このようにですね、温度計2つ用意して、センサーをちょうどこのヒーターの中心ですね、真下に、中央の中心に設置いたしました。ちょうど同じ位置、同じ高さからの測定になります。で今ですね、すでにですね、こちらは 34.5 度まで上がってます。で今日の方でやってるので、ワット数が高い方なんですが、まあ、35度まで来ましたよね。44センチ高でやってもここがもうすでに35度まで温まる能力があるってことですよね。はい、まあ、35というとちょっと爬虫類でいうと本当バスキングスポットぐらいの、今温度になっているので、まあ、常時温める保温の力ではもう36度になりましたね。なったので、まあ、40度ぐらいいくかなと思うので、まあ、そこら辺は高さで調整したりとか、あとは私サーモスタットをこちらの電源に、つないでおいて、35度以上になったら切れるとか、30度以上になったら切れるとかっていう風にセッティングするとより安全ですね。爬虫類用のサーモンもあれば、熱帯魚用のね、35度ぐらいまである、その他サーモスタットのみのものもあるので、そういったものも活用できるかなというふうに思います。ではですね、ちょっとこの2つでどのぐらいね、差が出るかということをちょっとしばらく置いて、結果を皆さんにお伝えしたいと思いますので、ちょっと置いてみたいと思います。はい、それでは驚きの結果が出ました。見てみましょう。じゃあこっち来てください。こちら旧型の方が実は 31.7 31.8 ですけどね、こんな感じで落ち着きました。ところがですね、この新型の方、驚きの結果です。大丈夫かなこれ。はい、 39.4 度。同じ今日ですね、同じ今日300ワットでやったんですが、 31.8 と 39.5 ということで8度近くですかね、はい、の差がつきました。すごいですよねこれね。でちょっと私この結果、まあ、40度今行きましたけども、こちらもまだ上がってますね。32というふうに上がってるんですが、
もっともっと上がってくるかと思うんですが、この時点で8度の差が出てるっていうことで驚きの結果です。で、これを、まあ、私もやってた時にこの温度計もね誤差があるんじゃないかっていうことも考えれますよね。なので、温度計をちょっと入れ替えたいと思います。もしかしたらこの温度計の誤差かもしれない、こんな8度も違うってことあるのかなと思ったので、これ驚きの結果です。なのでちょっと今から温度計も入れ替えますよ。皆さん見ててくださいね。この32度の方の温度計をこちらに持っていきますね。はい、で、こちらの今40度ぐらいまで上がった温度計をまたこちらの中央部分に設置します。じゃあ皆さん見ててください、温度計の差があるかということで、はい、こちらが新型ですね。新型はどんどん上がってます。なので上がってて、旧型は36まで下がってきました。さっきこっちが40度まで上がってたのが、新型の方がどんどん上がって、何かもう近づいてきてますよね。はい、うわーといった感じですね。で、これも温度計の変化でもう今34度で並んだので、おそらくもうこの温度計の、まあ、故障ではないっていうことが、もうこの上がり方で分かります。で、すでにもうこっちが35度いって、こっちが、34度というふうになりましたんで、この新型の方がもう越したということになりますんで、この温度計は壊れてなかったということになります。なのでもう同じ高さ同じ条件で測ったとしても、この新型の方がかなりワット数が同じなのに、保温能力が高いってことが実証されました。多分これ日本中誰もやってないと思うんですけども、そういったことが分かったので、やっぱり新しい新型ってすごいですよね。で、私これ全然期待してなかったので、こんなに差が出るなんてっていう感じです。なのでもうこっちに全部買い替えたいぐらいなんですが、まあ、こっちも優秀なんですが、8度も違ってちょっと、驚きの結果が出ましたね。じゃあこっちはですね、あと皆さんが思うことって言ったら、ちょっと使ってて古いからじゃないかって思われる方もいると思うんですが、実はこっちはね、数回しか使用してない、実はほぼ新品に近いものなんですよ。結構専門学校とかでも、私講義してて、爬虫類の飼育方法なんかも講義してるんですけども、その時にお見せしたりする用のためにほぼほぼ新品です。数回しかつけた時がないので、こちらが使い古して能力が低いってことは考え難いですね。ということで、こちらの結果としましては、新旧、まあその色も違うし、ボタンの配置も違うし、チェーンの太さも違うんですけども、実は一番の違いはですね、保温能力がワット数が同じなのに上がっていたということが、実証できました。これはものすごいですね、ものすごい発見だと思いますので、新型をおすすめしたいと思います。でですね、今じゃあ温度計を入れ替えての検証なんですけども、まだまだ変化があると思うんですが、やはりですね、 32.8 と 37.5 なんで今どんどん上がってますよね。ということで、またさっきのような、こっちは40度ぐらいになりそうですしね、こっちは34か5ぐらいで落ち着くって言ったところでしょうかね。どんどん差がやっぱり開いてますね。それではいかがだったでしょうか。今回はね、パナソニックの大活躍中のこのコルツヒーターの、まあ、現行モデルと、まあ、旧型のモデルを比較してみました。でね、ちょっと、この温度計もね、こう入れ替えてもちゃんと温度が違ったっていう、ことが証明できましたけども、もう本当原始的に実際私がこう 手でここを触れてみてるんですが、こっちはちょっともう熱いんですが、こっちはぬるいって感じです。なのでもう明らかにこの手で触れても、この温かさが違うってことがもう分かりますということで、もうこのコルツヒーターはですね、まあ、この旧型使ってる方非常に今多いと思うんですけども、なかなか壊れませんのでね、この新型非常に、高性能にアップしてるっていうことが証明できました。これね、実際このパナソニックさんのね、この商品を売っているところでもそういった能力がアップしましたよ的なことが全然書いてないので、
本当に何ていうんですか、細かいモデルチェンジをしたのかなっていうふうに私も思ってたんですけども、実際めちゃくちゃパワーがアップしてましたね。これ本当に販売するときに言った方がいいと思うっていうぐらいですよね。はい、ということで、今回はこういった新旧の比較をしてみました。参考になれば幸いです。それでは最後までのご視聴ありがとうございました。引き続きズータイムチャンネルでお楽しみください。ズータイムチャンネルでは野生動物観察、それから適正な飼育方法、それからより専門的な知識をお伝えするズータイムカレッジの3つのテーマでお届けしております。自然界、それから動物界全体の魅力をお伝えできる番組を目指しています。それでは楽しく学ぼう。